はようございます。こんばんは、ヒカルです。いつもショートを見てくださってありがとうございます。たまにはね、横動画でね、つむつむ出そうかっていう。ショート動画はね、めちゃくちゃ早口なんですけど、ここではね、まったりやっていきたいと思います。こんなコメントが来てました。じゃん。シンデレラばかりやってる人ってシンデレラ以外は使えないあるある。確かに。ボックス紹介してください。あとクワイガンはロングチェーンの方がいいですよ。タイムを稼ぐとコインはあまり稼げないので。ありがとうございます。ボックス紹介しながらね、いろんなツム使ってみようかなと思って。ちなみに今週はもう1億満点出してるんで、もうね、多分本気ではやらないんですけど、私の僕が、この真ん中にやってるこの、これはね、ジャファー気に入ってるんで、ジャファーのアイコンにしてます。私のボックス見ていきましょう。はい、スキル順でいいですか。こちらですね。スキルマックスが C3PO とシンデレラ2体しかいないです。スキル3のマックスのやつはいっぱいいるんですけど、スキル6のね、スキルマックスは2体しかいません。でスキル5がキュートアナとサプライズエルサ、ジャスミン、プリンセスチャーミング。プリンセスチャーミングのなんでこんなスキルと思ったのか分からへんねん。エンジェルはビンゴカードでめちゃくちゃ使うっていうね。とりあえずやっていきましょう。 C3PO はね、この前ショートで出したんやけど、見たかな、見てないかな、いらない。私のおすすめでいこうか。ビンゴカードでよく使えるのがジャスミンとエンジェルがね、やたら使える。例えばエンジェルやと、今ビンゴカードやってるのがこれなんやけど、鼻がピンクのツムを使ってとか、耳が垂れたツムとか、多分リボンをつけたツム、リボンついてないな、鼻が三角のツム、三角じゃないな、多分これ鼻がピンクのツムでいくんじゃないかな。ビンゴカードでね、めちゃくちゃ使えるんよ。あー、クソ、全然いかんかった下手か、ど下手やんめちゃくちゃ下手やったね。鼻がピンクのツムにならへんのや。ちょ、これいけそうなんで、Hプレイで225万点、これいけそうなんで、すいません、ピグレットでやっていきたいと思います。ちょ、アイテム使うわな。ちょ、ビンゴ、ボックス紹介がビンゴ動画になってきたぞ。いや、スキチケ欲しいもんな。ちょ、とりあえず何チェーン以上みたいなやつやりたいから、これでいいな。とにかく早く、とにかく早く。250万点いくか、いかん気がする。250万点いくかな、これ。この男の子の積み何か分からんしな。あ、250万点いったかな。いっとったらビンゴ3つ開いたはず。いった、よかった。1、2、3個ね、開きました。ビンゴー。お、レベルチケットゲット。いや、こんな感じでビンゴをね、進めてるんやけど、あとはね、あの、持ってるのは、あ、ミスバニーもめっちゃビンゴで使うよね。野獣とかも使うよね。野獣強かった時期あったのにな。ちなみにミミネシンデレラゲットする前に使ってたのがクラッシュね。バースデーアナとかもね、ビンゴでめっちゃ使う。ガストン持ってます。スキル3です。全然使えません。使いこなすことができません。ドナルド、これもね、あの、1個ずつ消せるやつでね、コンボ数をやるやつでね。でピグレット、イーヨーも使うな、よく。でマリフィセントとマリフィセントドラゴン持ってます。マリフィセントドラゴンはこの前ゲットできました。これホーンハットミッキーとかね、使えるね。最近ハマってるクワイガンです。パレードミッキー結構使ってる時期ありました。これ横ライン上に積むを消せるんですけど、多分ビンゴにあると思うんで、これリボンをつけた積むを使ってと、これこれだ、横ライン消去する積むつけるとかあって、で黒い積むで、耳が丸い積む、これビンゴで使えるんでやってみたいと思います。アイテム使います。私な、もうな、とにかくビンゴを攻略したい時期があってさ、めっちゃ、何これ、何、目がチカチカする目がチカチカするぞ。まあビンゴを攻略したい時期があってさ、だからビンゴについては多分結構詳しいのよ。攻略サイトとか常見とったからな。
このねミッキー何がいいかって、あのフィーバーに スキル発動と同時にフィーバーに入るのよ。それ自動発動、じゃ自動でスキル、ほら自動でフィーバーに入る、わかる？言った意味わかる？自動でフィーバーに入ってくれるから、ボム消してフィーバーにわざと入らそうとせんでもスキル発動でフィーバー入るからいいよね。めっちゃ目チカチカするような、この青いのがあかんねんで、青いのが目がチカチカする原因やん。フィーバー入るとさ5秒伸びるからさ、とにかくできるだけ早くフィーバーに入らしたいよね。これはビンゴカードいったんじゃないか。あ、さっきゲットしたロッツやん。はい、1個、ビンゴー、アイテムチケットをゲットしました。はい、2個、3個、あれこれとこれは、合計42個消そうかよ。え、待って、スコーボム、でもスコーボムを合計42個、めっちゃミッキーで、ミッキーでちょっとあと2つビンゴ、すいません開けます、めっちゃ気になるんで、ビンゴー、ビンゴー、アイテムチケットばっかりやな。リボンをつけたつもり、1プレイで9個しか消せんかったやんか。多分あと 2,3 個スコア分消したら、よし来たぞ、来た、ビンゴー、5000もらった、やった、アイテムチケット3、ありがとうございます。え、ビンゴカードめっちゃ進めちゃったよ。はい、他のツムがですね、チャシャ猫もよく使いますね。トンスケもうビンゴカードで使います。あ、トリトン王も使います。あと何やろう、さっきのこれか、フレッド、ベイマックス、全然持ってないやろ、私全然持ってない方じゃない、1個だけか、耳の垂れたツムはこれ合計か、おー、毛の跳ねたツムも合計か、口の見えるツムを使って今度1ページ70コンボ、あ、これでもこのスキチキはねすぐゲットできそうですね。うん、これ次ショートでクリアしたいと思います。というわけで私の本日のボックス紹介でした。意外といろんなツム使うんですよ、でも使いこなせないだけでね、日々シンデレラばっかりやってるんで、皆さんの面白いというか何攻略が知りたいとかね、ご期待に添えるツムはねあんまり持ってないんで、耳での携帯をパクることができたら耳での携帯でねいろいろ攻略とか調べていきたいと思ってるんですけど、予定が合わず、ご視聴ありがとうございました。また次のショート動画か横動画で、じゃあね。